请看第二个小库居尼这一段呢是四面有五个库下面请念来一道走用得给他塞いらっしゃいませ電話で予約しました。2番ですね、下の2番ですよ。朝食についてお食事券のご説明を説明を申し上げます。申し上げます。申し上げます。こちら裏に記載のございます。タクレストランにレストランレストランにてご利用いただける利用いただけるようになっております。まずこちらご朝食のレストランにレストランレストランに関しましては4つのレストランおよびお部屋でのルームサービスがサービスルームサービスがご利用いただけます。好请等一下ルームサービスルームサービス、不要变成 service， service 就变成跑进去英文里面啊。はい続けて読んでください。はい、またご朝食のお時間すべて過ぎてしまいましたら、お昼の昼お昼のレストランでもレストランレストランでもご利用いただける利用利用いただける券になっておりますので、この中からお好きなレストランをお決めいただいて、こちらの券をお持ちになってください。はい次。はい、わかりました。朝食のバフェはブッフェブッフェはブッフェは不可以请不可以唇齿音，日文没有唇齿音，它是会不会不会はどこのレストランですか。はい、本館の17階になります。はい、朝7時から9時30分まで営業しております。はい、で説明翻訳してもらいたいですけど、请问可不可以请你们翻译看看？来，お食事券のご説明を申し上げます。这什么意思？现在来为你说明这个餐券的。对，缩者的动作啊，压低自己，对方就高，所以ご申す或者お申す都是缩者的动作。お食事券。因为那个是客人的，所以加个 o。那我说之没 o， 那等于请从 o 说规矩开始画括号，画到 no 说之没到没为止，那就是名词 no 名词，对不对？名词跟名词中间放 no， 后面是动词，那就是中括号 o。动词 ，o 前面的中括把 o 前面的中括号做 o 后面的动词。お食事券のご説明を申し上げます。我来对你说明这个餐券。こちら这里那个就是比こちら给他听，给他看的意思。裏に記載のございます。各レストランにてご利用いただけるようになっております。好，这里面所有的里面有记载的各个餐厅都可以去使用啊，去用餐啊。那おになる就是听者的动作，好，ご利用的ご是不是敬语？那后面になって。待っております。